なるほど。あえて同じので選んでみるか。俺は、スラブよりがな、師匠と書いてスラブより、何を指南してくれたか思い返して、ゆっくりとスクワットしながら、最高の笑顔を振りまいた。すると、モニクレスの目がキラキラと輝き始めた。ヒアムーキー、今まで見てきた中で、最高のパーティングよ、ベストオブベストよ。本当か？スラブよりの特訓を思い出して、完璧なスクワットができるように努力したんだ。素晴らしいわ。ここまで風景パーティングなんて、もう、言葉にできない。ラララ、ラララ。感動しだわ。私のパーティングに比べたら、まだまだ改善の余地はあるけどね。こっちも彼女に驚いた。いつだってこう自分をあげないとコメントできないのだろうか。はい、わかった。気に入ってくれると思ってたよ。いつまでも忘れないわ、ヒアムキ。ちょっぴり気恥ずかしくなってきたな。さて、私もパーティングしていいかしら。モロチン。モニクレスがスクワットの姿勢をとると、みるみるうちに大腿筋が膨張していった。バンプアップ。これはどういうことなのだろうか。その後、突如飛び跳ねたかと思うと、空中で最高のウィンクをこちらに飛ばしてきた。座ったままの姿勢でジャンプをって。セフェリさんみたいに飛んでんだろうな。その勢いのまま着地、ぐらぐらと地面が震えた。揺れなんてものではない。文字通りぐらぐらと震えた。一体何なんだ？あら、この身じゃなきゃだ。頑張って準備して聞いたのだけど。いやいや、違う違う。大好きさ。これは、本当に感動的だった。そう言ってくれて嬉しいわ。あなたも次こそはもっとうまくできるわよ。スクワットにモニクレスがハマってくれて本当によかった。学園随一の美女に褒められて悪い気なんてさらさらない。よし、次はユロンクのパフォーマンスを見に行こう。よし、次はユロンクに見せに行こう。彼女は肉体改造を愛しているから、どう反応してくれるか楽しみだ。そんな彼女は、天井に捕まっていた。手に携帯電話を持ったままで、シコルスキーかよ。またあれだろ、天井にあるナットに捕まりながら、短編小説を気軽に一冊読み終えられるような。そんなピンチ力。この部活動は、本当に並外れたものだ。やあ、ユロンク。彼女はこちらに気づくや否や、ぐるっと前転して着地した。ほんとね、なんでかね、シルトがね、立ち得ないのに絵が浮かぶんだよ。どういうわけか恥ずかしがっているようだった。おう、ヒヤムキ、今やってたことは忘れてほしいです。どうした？スカートがめくれてたのか？ん？どうしたんだい？よく聞こえなかったよ。ユロンクはにっこりと微笑み返してきた。見惚れるほどに綺麗な笑顔だ。君にポージングを見せたかったんだ。肉体改造が好きだって知ってから、しっかり準備してきたぞ。本当？私のことを思って、しっかりと準備してくれたんですか？少々。モロチンさ。ユロンクはホクホクとしていた。ちょっとは日常のアクセントになれたようでよかった。これは本心だ。ぜひ見せてほしいです。何を準備してきたのかしら。よーし、スクワット。師匠が教室の奥からこちらを見ていた。よし、うまくいくはずだ。そんな俺を見て、ユロンクはため息をついた。どう考えても、いい反応ではない。ヒヤムキ、これは。なんか、間違えてたか？スクワットはスラブよりの得意技でさ、よく教えてくれてたんだ。ダメです。ごめんなさい。でも、スラブよりのスクワットを見慣れているものですから。どうしても見劣りするってわけか。急ごしらえでダメだったみたいだ。次こそはうまくやってみせるよ。そうだ、ユロンクのポージングを見せてくれないか？そうですね。準備はできてます。頑張ってきました。ユロンクが波紋の呼吸をし、目をつむると。なんで？なんで？やめろ！やめろ！
えぐるな。俺たちのいろんなものをえぐるな。なんだ？それは俺のセリフだ。これは、そう、俺の知ってるユロンクじゃなかった。もはや本編のようだ。どうだったかしら。ユロンク、その今のは。またかよ。私にできる一番の笑顔を頑張ってみました。私にとって笑顔はリフティングより難しいから。怖えわ。あれ笑顔だったの？ああ、なんてこった。彼女は俺をショック死させたいのか。確かにショックだわ。まさかそう来るとは思わなかったから本当にびっくりしたよ。なあ、最高の笑顔だった。ありがとう。そう言ってくれて心から嬉しいです。ありがとう。それじゃあもうちょっと練習してくるよ。またな。ユロンクは優しく微笑みかしてくれた。まさかこれが本当の笑顔じゃないなんて。神様もいたずら好きだ。制作者もいたずら好きだ。さっき見た笑顔を俺は一生忘れないだろう。あの瞬間、彼女が遠い別人のように思えた。文字通りだよ。さあ最後だ。バフスキーに店に行こう。きっと気に入ってくれるはずだ。彼女の元に駆け寄った。他のみんなと違って彼女は静かに机に向かって座り込んでいた。どうした？やあバフスキー。こんにちは、ひやむき。バフスキーはあなたに会えてとっても嬉しいわ。そうなのか。でもどうして？あとね。忘れて。ところでもうみんなにポージングを見せてきたの？どういった返答をすればいいかいまいち自信がなかった。あ、最後にとっておきを残しておいたんだ。本当に？もうバウスキーったらすっごく嬉しい。違うわ、ちょっとだけね。よかった、彼女を最後に据えた言い訳をうまく見つけられて。別に嫌いなわけじゃない。誰かは必ず最後になるってだけ。たまたま彼女が最後なだけだった。ああ、喜んでもらえて嬉しいよ。じゃあ動い、見せてもいいかな。ええ、そんなの当然よ。バフスキーは楽しみにしてたんだからね。ここもスクワットで行くか。スクワットするたび、ウォッカの風味を感じられるほどに、スラブルになりきってスクワットしきった。それおかしいからな。感じちゃダメだからな。そんな俺の姿を見たバフスキーは、笑いを必死にこらえているようだった。そんなにひどい出来だったか？ダメだ、まだ笑うな。どう、やむけ。なんて伝えたらいいか、難しいけど。俺のスクワットはまだまだだったかな。スラブよりになりきって頑張ってみたつもりだったんだが。そうには全然見えなかったわ。だってとーってもちっちゃく縮こまってたもん。見えないくらいね。ひって。ああ、ダメだったみたいだ。すまんこ。違うの。バフスキーは見てて楽しかったわ。次はもっとよくやってみせるよ。しっかり取り組まなきゃな。それじゃあ次は君の番だね。楽しみにしてたさ。見てなさい、絶対驚くんだからね、ひやむき。バフスキーは両手を上に掲げ、豊満なヒップをブンブンと揺すり始めた。どういうこと？テレテテー、テレテテーって。そんな日曜のあれか。なんということでしょう。周囲にあった机たちは、たちまちのうちに壊れてしまいました。やな匠だ。さて、こんな時は驚くべきなのか、笑い転げるべきなのか。どうかしら。笑っちゃダメだ。耐えろ、俺。すごいよ、バフスキー。君みたいになりたいよ。いつかなれるわよ。そうね、バフスキーが教えてあげるもの。とてつもない、小殿筋、大殿筋、梨状筋を見せつけられた、ひやむき。
それは心強いな。可愛らしい笑顔を引き出すのも悪くないな。顔はいいんだよ、顔は。ほんと町尾さんみたいになってっからな。そう認めざるを得なかった。ちょっと休んだらどうかな。また後で。またね、ひやむき。ふぅ。これで全員に披露し終えた。さて、どうしよう。周囲も見回し、どうするかスラブ寄りに尋ねに行こうとしたところ、モニクレスが口を開いた。みんな、ひやむきに拍手を。おめでとう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 。めでたいな。おめでとう。え、そんな大したことしてないぞ。確かに努力はしたが、そんなことは言わなかった。ジャスト謙虚なんて。ジャスト謙虚なんて呼ばれちゃいそうなほど謙遜してみた。部員たちが拍手し終えると、モニクレスはほっこりと満足しているようだった。私が一番大きな拍手だったわね。ふふ。さすが、ジャスト謙虚は伊達じゃない。この一個なかった。ありがとう。今度はもっと頑張るから。ひやむき、今度はすぐに内緒ね。ん？どうしてだ？文化祭に向けて話し合おうって言わなかったかしら。最優秀部活賞を目指して頑張りましょう。最優秀賞ときた。いつも通りのモニクレスだ。何をするんだ？モロチン部活動に関したものよ。そう、パーティングショーをしましょう。でもボディービル大会みたいのはさ、素直に面白いよね。こういう文化祭なんてやったら、文化祭じゃねえや、ポージングのボディービルのさ、掛け声面白いんだよね。肩にちっちゃいダンプ乗ってんのかーいとかさ。なんだかよろしくない話になってきたぞ。あ、俺はまだ見せられるレベルじゃないんだが、筋肉量がな。気にしないで、ひやむき。うまくいくわ。彼女は聞く耳を持たず、一向に引こうとしなかった。もはや規定路線なのだろう。あ、そうだ。明日ちょっと練習しないか？今はね、出来を確認してから本番でポージングすることにしましょう。いかん。緊張で胃がキリキリしてきた。でもそれだけじゃないのよ。まだまだやることはいっぱいあるわ。まだあるのか？一体いつまでこの石区は続くんだ？何か他にやることがあるのか？発表会の準備について役割を決めないとね。私はシュピチを担当するわ。違うだろ。もしくはあれか、司会。いやでも、いや君はポージング側でしょう。でもあれかな、解説役がいないと進行が滞っちゃうから、一人は詳しいやつ必要かな。原稿作りには自信あるから、すんごいもの聞いたし、出てね。それじゃあ俺たちは何をするんだ？そうね、お互いに話し合うと決めたらどうかしら。モニクレスは俺にウィンクすると、ジェスチャーでみんなを呼び寄せた。俺が中心になって話し合っていくのか、このメンバーたちと。だよな、不安でしかねえよな。見てくれよこれ。寄せそうなやつが一人もいないだろ。まあ頑張るしかないか。失敗するよかマジだ。さてどうしようか。何か意見あるか。ベーケ、もうやることは決まってんだろうが。聞かずともどんな意見か薄々察しがついた。何を担当するつもりだ。食料担当になってやるよ。そんでウォッカは仕事も返さってくるからな。ささみとかにして、そういう高タンパクローカロリーなね、赤身とかさ。ブロッコリーとかいいらしいね。知ってた。ああ、学校側がウォッカを許すかな。不安を口にするとバフスキーはフンスと力こぶをアピールしてきた。学校サイドも心よくかっこはてな受け入れてくれることだろう。肉体言語で話し合ってきてくれ。まあいいや。二人とも異論はないか？バフスキーは異論ないわ。あ、問題ないわ。私も大丈夫です。よし、決まりだな。よし、次はバフスキーだ。
ぬいぐるみが好きなんだよな。なんてお子ちゃま主任。なに、バフスキーにぶっ飛ばされたいの、このバカビッチは。無駄父バカ、無駄大胸筋バカだけどな。それ言ったらな、バフスキーの方がな。口どけは立派ね、あばずれピンク。あの念能力のルビみたい。殺意満載だった。このままじゃ大惨事になりかねない。早く止めないと。俺が。二人とも今は争ってる場合じゃないんだ。二人とも尊敬してるしさ。頼むから喧嘩はやめてくれないか。ごめんなさい、ひやむき。私そんなつもりじゃなくて。バフスキーもごめんなさい。おしとやかにするわ。最後にもう一度だけ互いを見つめ合うと、教室は静まり返った。誰の目にも明らかだが、二人の目ははっきりとこう告げていた。あなたを。あなたを許したわけではないです。あんたを許してなんかないから。バチバチバチ、バチバチバチってやつだな。メンチビームが。まあ、このいさかいはいつか解決することにしよう。今は文化祭の準備が先だ。それでバフスキー、俺、昨日見たぬいぐるみの配置に感動したんだ。よくわかってるわね。バフスキーはきっちりと配置にもしっかり時間かけてるの。そのセンスを有効活用しないとな。文化祭に向けて物質を飾り付けるのはどうかな。くはって、くははは。ダメだ、あの、某岩窟王っぽくは言えねえわ。くははってすげえ難しいよな。でもあのクハハさんさ、まあ、あの水着衣装になるとさ、楽しくなりすぎてるさ、もはやクハハじゃなくてさ、ブワーって言ってんだよね。もうちょっと落ち着けよあいつ。クハハヒヤムキー、いつからそんな名案思いつくようになってんだ。そうでもないさ、お前のアイデアもびっくりするほどよかったぞスラブ。なっ、気恥ずかしいこと言うだって。それで飾り付けはどうかな。モロチン無理にとは言わないけど。いいよね、バフスキーが手掛けたらこの物質もクールになるじゃない。どうかしら、おバカさんが台無しにしなければいいですが。ユロンクはスラスラと闇を吐いていた。おそらく本人も無意識に垂れ流しているのだろう。怖え。驚くことにバフスキーが肩を震わせることはなかった。お、煽り体勢ついてきた。落ち着いて中指を突き立てる。それだけだった。ファック。よかった、これで二人は決まったな。提案してくれてありがとう、ヒヤムキ。バフスキーはあなたを認めてあげてもいいわ。よし、次はユロンクだ。話を持ちかけると、彼女はしおしおとうなだれていた。そんな彼女もびっくりするほど可愛い。お、私、部に貢献できるような特技を持ち合わせていなくて。大丈夫大丈夫、筋トレできるでしょ、ポージングできるでしょ。鉄パイプ素手で曲げるとかできるでしょ。そんなこと言うなって。君にも特技はたくさんあるさ。そうですか、何ができると思いますか。しまった、さすがにちょっと踏み込みすぎた。正直な話、彼女にできることがパッと思いつかなかったのだ。いやいや、あるだろう、たくさん。ステージ係はどうだ。ステージをバッチリ整えればよりポージングが映えるだろう。よくもまあここまでうまいアイデアが思いついたものだ。頑張った俺。うん、しまった、お気に召さなかったようだ。ひやむき、素晴らしいだよね、ありがとう。ああ、気に入ってくれたみたいだ。お安いご用さ、特技がないなんてことはない。使い方を知っていけばいいだけさ。よくある使い古された言い回しだ。この持て余した力どこに使えって言うんだよ。ただそれでユロンクが自信を持ってくれるならそれでいいじゃないか。よし、これで役割分担ができたな。バカかよヒヤムキ、お前しっかり忘れてんのか。なんだよ、全員に役割を割り切っただろ、割り振っただろ。全員じゃねえ、お前は何やんだよ。あ、俺もやらないといけないんだった、てへ。そうだ、これはいいチャンスだ。この機会にみんなと仲良くなろう。それなら誰かを手伝うことにするよ。そうした方がみんなも早く済むし。
3人は一斉に笑顔でこちらを見つめてきた。勘違いかもしれないが、みんなヘルプを望んでいるようだった。その誰を手伝おうか。これはセーブポイントだね。うわー、迷う。くっそ迷うね、これ。